国国新聞ニュースをお伝えします今日未明、白山市内で木造2階建ての住宅を全焼する火事があり焼け跡から4人の遺体が見つかりました警察は身元の確認を急ぐとともに出火原因を調べています今日午前2時37分頃、白山市北成町の岩岡光寺さん 66歳の家から火が出ていると近くに住む女性が119番通報しました火は木造2階建ての住宅を全焼し隣の家や付近に泊まっていた車4台も燃えておよそ2時間半後に消し止められました白山警察署と白山野の市広域消防本部は午前9時から実況見分を行い 4人の遺体を発見しましたいずれも損傷が激しく性別・年代ともに不明だということです現場は JR 松東駅から北西に1.4キロの住宅街です白山署は遺体は連絡が取れていない岩岡さんと家族とみて身元の確認を急ぐとともに出火原因を調べています プロ野球ドラフト会議で楽天に5位指名された金沢学院大学4年の松井智孝投手と日本ハムに6位指名された長谷川武博投手が「プロで活躍することが大学への恩返し」と飛躍を誓いました北国新聞社を訪れた2人は学校法人金沢学院大学学園長の 戸田秀和会長に喜びを報告し、プロで活躍することが大学への恩返しと力を込めました。金沢学院大学エースの松井投手は、穴水高校時代は0章でしたが、190センチの長身から繰り出す速球を軸に、大学で着実に力をつけ、プロ入りの夢をつかみました。 ドラフト前夜は興奮してなかなか寝つけなかったということで一夜明け新聞に自分の名前が出ていてプロになる実感が湧いてきた地元穴水も盛り上がっているようで嬉しいコントロールを磨き体も大きくして1年目から活躍したいと話しました一方長谷川投手は左のサイドスローで鋭いスライダーを武器に 抑えのエースとして活躍し侍ジャパン大学代表候補に選ばれるまでに成長しました念願のドラフト指名は「まだ実感がない」と言いながら「金沢に来なければ今の自分はなかったので支えてくれた方々に感謝したい」と話していました「ニュース解説」のコーナーです。 スタジオには北国新聞経済部の木川部長にお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします日銀金沢支店は先週桜リポートと呼ばれる10月の地域経済報告を発表しましたその中ではどういったことが報告されたんでしょうかはい、えー。この中では、えー、北陸三県の住宅投資について、えー、減少しているという表現から 下げ止まっているという表現に、2年3ヶ月ぶりに情報修正をされました。うん、情報修正した理由は何でしょうか。はい、あの8月の住宅着工件数は前年の同じ時期と比べまして32%増えていました。それはあの全国9つの地域の中で、えー、トップの伸び率だったということが挙げられます。はい。 住宅投資につきましては業界から資材の上昇によるコストアップを懸念し前倒しして購入する動きが見られるでありますとか、うん、高所得者層では持ち家の受注はほぼ前年並みまで回復しているという声が出ておりますそうですかではその,他の項目はどうなりましたか。はい 7月に持ち,直し持ち直していると引き上げた生産につきましては判断せよ置かれたものの電子部品、デバイスが引き続き好調維持しておりまして生産用機械の方もコロナ前の水準まで回復しております、はいえー、繊維につきましては医療向けが持ち直しの兆しを見せる一方で自動車メーカーの減産で車向けはマイナスの影響が出ておりますなるほど雇用、所得に関してはどうでしょうか。はい 電子部品やデバイス関係の企業からは、えー、人員過剰となっている企業や、えー、人員過剰となっている企業から従業員を受け入れたりして、えー、対応しているという声が出ています、はいえー、その一方で、えー、繊,維企業の繊維企業からは、えー、業績回,回復が鈍くて、えー、給与のベースアップを見送ったですとか、うん、下記消耗も,もほぼゼロにしているという厳しい意見も聞こえました。はい またあの個人消費につきましては乗、えー、用車の販売で、えー、持ち直しのペースが鈍化していると指摘もありました企業の方からは、えー、自動車メーカーの減産の影響で、えー、納車事件が遅れて先行きが見通せないという声も聞こえていますなるほどこうしたことを踏まえて総括判断はどうなりましたか、はいえー、総括判断につきましては、えー、日銀金沢支店を総じてみると持ち直している。 据え置きで、えー、住宅投資以外の使用項目も判断を維持しましまたただ、全国9つの地域の報告では、5つの地域で過方修正していますよ、ねはい、あの夏の新型コロナ感染急拡大に加えまして、半導体が不足による、えー、自動車減産などが影響しておりまして、えー、長引くコロナ禍で景気回復は足踏みを強いられていますかりましたこれからも注視していかないといけないですね。はい ニュース解説ここまで北国新聞経済部の木沼部長とともにお伝えしましたありがとうございましたありがとうございましたニュースを続けます今月8日に再開された GoToEat 食事券は初日に9万7194冊が売れたことがわかりました GoToEat 事業は一冊1万円の購入で 一万二千五百円分の食事券が利用できます。石川県は新型コロナの第四波が収束した七月に。八十万冊を用意して販売を開始しましたが。感染の再拡大を受けて、およそ半月で停止となりました。今回は七月に売れた分を差し引いた。およそ四十一万冊が扱われ。初日の八日は一日あたりでは過去二番目に多い。 9万7194冊が販売されました県は3ヶ月間販売が停止された反動で需要が急増したと見ており今後も引き合いが多い状況が続くと予想されることから感染対策を徹底した上での活用を呼びかけています食事券は県内の248郵便局で来月15日まで販売しますが 売り切れとなり次第終了です食事券の使用期限は12月15日までです現は新型コロナで打撃を受けた地域経済活性化のため使用期限の延長と予算増額が必要と見ており全国知事会を通じて国に要望を行っています 石川県は、ゴートゥーイート食事券と県民旅行割の参加に必要な新型コロナの感染対策が、対象の店舗で守られているかを調べる方向で調整しています。昨日開かれた県議会観光文化スポーツ海外対策特別委員会で、委員から、ゴートゥーイート食事券と 県民旅行割の参加要件となる第三者認証を取得した店舗の一部で、基準を守っていないケースがあるとの指摘がありました。これを受け、県の竹内正則観光戦略推進部長は、そろそろ抽出調査を行うタイミングに来ていると述べました。県の第三者認証は、今月4日時点で、飲食店で 四千百二十七点宿泊施設は六百三十九施設が取得しています。金沢商業高校の三年生三人が廃棄されるカガボーチャのクズを使ったハンドジェルを考案しました。三年生の三人はカガボーチャを多くの人に知ってもらおうと学校の課題研究で。 ハンドジェルの開発に取り組んできましたハンドジェルに用いるのは製造過程で捨ててしまう葉や茎の部分で加賀市の丸八製茶場が提供しましまた研究や開発は金沢市のケイズに依頼しリラックス効果が得られるようお茶の香りにこだわり潤いを保つためヒアルロン酸も配合するなど。 試作を重ねて完成させました。考案した生徒の一人は、イメージ通りの商品ができたと話しました。香が坊茶のハンドジェルは16日、17日に学校で開かれる金賞デパートで、通常は50ミリリットル入りで300円の商品を100円引きの200円で販売します。その後は県内の土産物店や 宿泊施設への販売を目指すほか一般向けにも提供することにしています自由に演奏を楽しんでもらおうと野の市市文化会館フォルテで昨日ピアノが設置されましたピアノは趣味で演奏活動をしている金沢市内の女性が長年使っていなかった自宅のピアノを 過去にフォルテの音楽イベントに出演した縁で3月に寄贈したものでこれまで点検と調律を行っていましたピアノが設置されたフォルテのエントランスは天井が高く音がきれいに響く環境で財団の担当者は普段と違う場所で音楽を楽しんでほしいと話していましたピアノは ホールや会議室の貸し出しがないときに利用が可能で、小学生以上が対象となります。利用可能日は、フォルテのホームページなどで2日前に知らされます。賃料が安いことが受け、去年4月に開業した内灘町の貸しオフィスが、昨日までに満室となりました。貸しオフィスは、去年4月に開業した 内灘町商工会の産業支援センター海出すです。最後に入居したのは県内の大学生。山浦博樹さん二十二歳で。ガラスコーティングを手掛ける会社クオーツを起業しました。入居の決め手となったのは。月額三万四千円から借りることができる。オフィスの使用料の安さだったということです。この会社では。 シューズの撥水加工や建築物の塩害防止に役立てるためガラスコーティング用の溶剤を塗ったり専用の機械で吹き付けたりするサービスを来月から開始すする予定ですオフィスは事務所として使うということで山浦さんは「新築なので設備もしっかりしていてサポートも手厚い」「地元の役に立てる事業に励みたい」と意気込みを語りました。 オフィスの使用期間は5年以内で、商工会の田中徹事務局長は町内での企業を手助けし、入居企業が規模を拡大できるよう後押ししていきたいと話していました。金沢市の子ども園で昨日、園庭の砂場を畑にして育てたさつまいもの収穫に園児が励みました。 金沢市三口新町3丁目の末広こども園ではこれまで芋掘り体験のためにバスで出かけていましたがコロナの影響で車内では密になる恐れがあるため中止を余儀なくされましたこのため園内で収穫体験を楽しんでもらおうと園庭の空いた砂場を活用することにしました園児は5月の連休明けから 近所の住民に教わりながら土を耕し肥料や培養土を加えるなどして土壌を整えました昨日は年長年中の44人が芋掘りを体験し砂場から変身したさつまいも畑に歓声が広がりました明後日には収穫した芋で園児がスイートポテトを作り昼食のデザートにするということです ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。